はいそれでは、えー、時間となりましたのでセミナーを開始いたします本日座長を務めますのは九州大学アジアオセアニア研究教育機構研究推進コーディネーターの田中俊典准教授です田中先生、えー、よろしくお願いいたしますはいありがとうございます、えー、ただいまご紹介いただきましたアジアオセアニア機構の田中です、えー、皆様本日は第84回の、えー、ブランバックセミナーをお越しいただき誠にありがとうございます 本日はですね九州大学法学部の小島龍教授にお越しいただきました。テーマはですね皆さん、誰もが気になる空飛ぶ車の社会的側面に関するお話です。もう技術的にはですね空飛ぶ車というのは実用化のもう一歩手前、直前まで行っていてですねこれに合わせてですね法的、社会的な整備を急がなければならないという状況になっております。2030年代にはですね空飛ぶ車が普及するとも言われております。 空飛ぶ車が普及すれば私たちの生活間違いなくく大きく変わるはずです空飛ぶ車ですと、例えば道路とかトンネルのような大規模なインフラ工事、まあ、修繕、そういったものは必要なくなるので,です、ね、地方創生であるとか離島振興の観点からは、福音となるかもしれません。まあ、その一方で,です、ね、事故が生じた場合、その影響というのは、地上を走る車なんかよりもはるかに甚大になるでしょうし、私たちの予期しないことも起こるかもしれません。 そんなに遠くない未来に関する重要なご講演です講演に入る前にですね小島先生の略歴を私より簡単に、えー、ご紹介させていただきます小島先生は福岡県能型市のご出身です2000年に東京大学法学部をご卒業2003年にハーバード大学ロースクール修士課程を修了されています東京大学の法学部助手を経て2005年より九州大学に着任されております 2020年に教授および総長補佐、2022年には九州大学の副理事、また九州大学高等研究院の副研究委員長、さらに法務統括室長も務められております。このように数々の役職を気にされており、も本日は大変ご多忙の中、このブラウンバックセミナーにご登壇いただく次第です。それでは小島先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。 本日、あの、お話をさせていただきます。あの、九州大学法学部の小島と申します。あの、今、田中先生から過分なご紹介をいただきまして、大変恐縮しております。あの、本日ですけども、あの、すでに田中先生から、あの、かなり、あの、大事な点につきましてお話をいただいているかと思いますが、まあ、空飛ぶ車が、まあ、今後社会実装されていくにあたって、まあ、私たちがどういうふうなことを考えていかなければいけないのか。で、そして、えー、まあ、果たしてですね、その先に、 この空飛ぶ車というのが本当に社会に受け入れられる移動手段になることができるのかということを私から話題提供させていただき、そして皆様からご意見頂戴して意見交換させていただければというふうに思っております。それではスライドを共有させていただきます。これで映っているかと思うんですけども、これで、すいません。これで映っておりますでしょうか。はい、見えております。はい。それではこのスライドに 基づきましてお話をさせていただきたいと思います。あの皆様のあのお手元にもあの資料をダウンロードできるようになっているかと存じます。で、あの自己紹介はあの今先ほど田中先生からあのもう私の紹介あのしていただきましたのであの多くは申し述べません。あの専門分野でありますが あの最近、私もですね学生諸君に例えば国際コースの学生などに私が何をやっているのかと聞くとなんか空飛ぶ車屋さんですよねとか言われるんですけれどもも、えっともとはあの私あの知的財産法という分野の研究者としてあの、ま、研究の道に入りましたまあの多くの方知的財産法をご存知だと思いますがま具体的な、えー、法律の名前でいきますとま特許法著作権法、ま、そういったですね、えーま、あの法分野になります。であの まあ、あの先ほど私がです、ね、あの福岡の農形の出身だということでしたけれどもあのあの、田中先生からお伝えいただきましたが、まあ、私あの、まあ、いわゆるそのもともと石炭が取れていた、まあ、旧三炭地の出身でありまして、まああの、いろいろと知的財産の中でも著作権というのは文化に関わる領域ですので、まあ、その、まあ、知的財産法というのがどういう、まあ、役割を社会で果たしているのかなということを、まあ、もっと知りたいということで、文化政策を研究するようになったんですけれども、まあ、そういう中であの、まあ、自分の、 まあ、出身地である、まあ、町のです、ね、石炭の産業遺産でありますとか、まあ、そういったこととの関係みたいなことも、まあ、あの勉強しております。で、あのまたあの今日のお話と関係しますが、まあ、最近はこういう、新、ま、興、あ、科学技術といわれるかと思います、まあ、エマージングテクノロジーというものについての、まあ、社会的な、えーまあ、あの制度設計のあり方ということも、えー、研究しているという感じでございます。 本日ですけれども、こういう形で、現在、空飛ぶ車というものが、どういう社会実装の段階にあるのかということと、それに関するですね、これ、後でもう少し触れますが、近似、この倫理的、法制度的、社会的課題、これ、LC というふうに、最近バズワード化しているものでありますが、この空飛ぶ車に関する、この LC というものを少し考えてみたいというふうに思っております。田中先生からご説明ございましたが、空飛ぶ車については、ここ本当にそうですね、1、2年、 あの非常にあの報道等でもあの取り上げられることが増えてまいりました。えっと、私がまあ最初にこの空飛ぶ車のお話をあのまあ研究をですね、まあ、社会あの人文社会科学の観点から、えー、しませんかというお申し出を受けたのはあの2019年のまあ秋だったと思います。でまあ、その頃には私もです、ね、ほとんどまあなんか名前ぐらいは聞いたことあるかもしれないけどというのがまあ正直なところでありまして、まあ、この本当に3年、4年で,です、ね、非常にこの空飛ぶ車というものがまあ社会的に 多くののの方にに認知してていいいいただけるるもななっているのではないかと思いますで空飛ぶ車ですが、そこに掲げておりますように、アメリカの連邦航空局、この空飛ぶ車と言っておりますが、これ、機体飛行機でございますので、こういった日本でいきますと国土交通省航空局というところがこれを所管しているわけですが、例えば機体の認証ですね、安全性をきちんと担保するとか、そういうふうな。 えことをまやってる役所というものはあのまあ世界各地にあるわけですけれども、まあこのアメリカのまああの連邦航空局 FA はここに書いているような、えー、まあ説明をしております。まああの、えー、低高度という言葉が出てくるかと思うんですね。まあここにでまああの一般的に空飛ぶ車というものはまああのだいたい500メートルから1000メートルぐらいの空域を飛ぶと言われています。えー、まあドローンがだいたい150メートルより下なんですね。 で、500から1000がまあ大体空飛ぶ車ルまで、まあ、ここがあまり従来利活用されていなかったということで、まあ、ここをまああの使っていきたいということだったというふうに理解しています。でそして、非常にこう私たちの身近にです、ねまあ、存在するそういうまあ空のまあモビリティになっていくということが期待されております。日日本ででははこれはちょっと今日はあの時間の関係であの ここではお話ししませんが、空飛ぶ車という、ですね車にという、ある種のメタファーが使われているんですけれども、実際には先ほど申し上げたように、これ、航空機ですので、諸外国ではこの UAM とかですね、EV トール、まあ、これはあの要するに垂直離着、電動垂直離着陸機という、ま,あ、まさにこれをそのまま直訳したものですが、まあ、この EV トールという表現の方がよく使われているかと思います。で日本ではですね、2018年の12月に、 あの官民協議会というところが、まあ、経済産業省と国土交通省が一緒にやっている、まあ、そういうあの議論をするフォーラムがありまして、まあ、ここでロードマップが公表されました、これが最初だと思います。でまあ、これが昨年の春に改訂、ねまあ、版が今出ているという状況で、後で少しお見せすることになると思います。 これもあの近所、空飛ぶ車の報道等が増えているのは、日本ではあの2025年の春からです、ね、半年ほど、大阪・関西万博が開催される予定になっており、ここで空飛ぶ車を実際に飛ばすということが現在、計画されており、そのこともあってです、ね、日本でのまあ報道等も増えてきているのではないかと思います。 であの先ほど田中先生からも2030年以降はあの、社会の普及が進むのではないかというお話がございました。まあ、これもあの現段階でいつにですね、どれぐらいの規模かというのを申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、まあ、モルガン・スタンレーが、まあ、あの行った調査によりますと、まあ、2040年に、まあ、世界でですね、まあ、この150兆円、まあ、1トリリオン US ドラーというふうに確か書いてあったと思いますけれども、まあ、ぐらいにはなるという、まあ、資産もあるということですね。まあ、これちょっと私自身は少し持ってるのかなっていう、盛りすぎなんじゃないかという気もしますが、まあ えー、それはさておき、ですね、まあ、それなりの規模の、えーまあ、市場というものが世界で作られていくだろうということは、まあ、あほぼ、まあ、確実視されているという状況なんだろうと思います。で、まああのえー、実際に空飛ぶ車、まああの実を言いますと、私もですねドローンが飛んでいるところは見たことあるんですが、空飛ぶ車が飛んでいるところを実は見たことはありません。 でえっとまあ、あの従って皆様も多分ですねなかなかイメージしづらいと思いますので、少し,あの少し映像をお見せできればとあの、映像と言いますか、少しこうこの画像をお見せできればと思います。でこれがですね、まあ、あの実は、えっと、イーハンという、まあ、中国の,、えー、これの空飛ぶ車でありまして、えっと、岡山の水島地区でをですね、まあ、拠点に、ですね、えーまあ、水島、えー、ないしはその水島の隣は瀬戸内海ということで、まあ、瀬戸内地区ですね、まあ、非常にこう島が多くて多頭日が。 えー、まあ、あの、売りだということもあり、まあ、ここで空飛ぶ車を、まあ、今後利活用していくことを、まあ、やっている団体があります。えー、そこが、まあ、あの、この、違反の機体を所有してですね、まあ、日本各地で今飛ばしております。で、あの、実はですね、あさって、大分の田野浦ビーチで、 この E 班がですね、この E 班の機体を使って実際に試験飛行するというふうに聞いておりまして、私、見たことございませんから、あさって大分まで行ってですね、ちょっとこの試験飛行を見てこようと、ちょっと今楽しみにしているところです。で えまあこの機体の開発というものは、まあ、あの本当に世界中で今、しのぎを削ってなされております、多くのスタートアップが、えー、本当数百社というふうに言われていると思いますが、あのやってるという状況ですね。で、あの今のイーハンは中国ですけども、これ、リリウムという、まあ、ヨーロッパの,、えー、まああのメーカーがまあ開発しようとしているもので、まあ、例えばエアタクシーなどに使っていきたいというふうに聞いています。多くはあのエアタクシーとしてのサービスを始めるというのが、えー、まああの一般的なのではないかなというふうに思われます。 で日本勢ですと、これ、スカイドライブというところが、会社がございまして、まあ、ここが今、緊急開発をしているということですね。で、えー、あのこれ確か2020年の夏に、のこのまあ実際にあの試験飛行を少しするということがあったかと思います。で、もう一つの日本勢としては、テトラという会社がありまして、まあ、テトラさんはどちらかというと、アメリカを拠点にあの開発をされているという状況ですけれども、まあ、日本勢としては、このスカイドライブとテトラということになるんだろうと思います。で、まあ、これ以外にもですね、本当にさまざまな メーカーが、スタートアップがです、ね、研究開発しており、さらにはそのスタートアップにさまざまなセクターの企業が出資とかです、ね、そういったサポートをしているという状況だと思います。このさまざまな企業というのは、当然、伝統的な航空機メーカーですね、エアバスとかボーイングなどもそうですし、それからエアラインですね、ですから日本ですと、JAL、ANA。 それからアメリカですと、例えば、えー、ユナイテッド航空がですね、えー、アーチャーというところと、例えばそのというスタートアップと、まあ、組むというふうなこともありますし、それから車メーカーも当然、えー、県あの関心を示しておりますから、トヨタさんが出資をするとかですね、えー、そういうあるいはそのスカイドライブさんは、確かスズキと業務提携してると思いますが、まあ、こういうその合唱連行が今、進んでいるという状況かと思います。 でまあ、こういう中で、先ほどスターあのロードマップの話をしました、これがあの2018年段階で示されたロードマップだったんですね。で当初は2023年にはもうあの実用化、あの商業化がスタートすると言われてましたが、まあ、これ、世界的に見てもまだちょっと厳しい状況なんだろうと思います。やはりえ後ろにずれ込んでいっているという状況かと思います。で2018年段階、これも,あのもうおしあのご説明していると、これだけで多分時間全部使っちゃいますので、あのお見せするだけですが、まあ、2018年段階、こういうふうなことが書かれてました。 これがです、ね、2022年になるとアップデートされまして、まあ、やはりご覧いただくと分かると思うんですが、まあ、こちらに比べると、やはりいろんなものが書き込まれて密になっているということが言えるかと思います。で、やはりその2030年代以降はです、ね、まあ、社会に広く普及していく可能性があるのではないかと、まあ、こういうふうなことが言われており、まあ、そのための環境整備でありますとか、まあ、当然、技術開発ですね、さまざまな機体だけあればいいということじゃありませんので、当然それをその、まあ、あの実際に え制御していく技術であるとか、さまざ、あ、まな技術がここに必要になりますので、あるいはバッテリーとかですね、さまざまなその動力源などが必要になりますので、えー、まあそういうものが同時並行的に、まあ、あの研究開発とさまざまな環境整備というものがなされていかないと、社会実装されないんだろうというふうに思います。で、この空飛ぶクルマというものですが、まあ、あの先ほどの呼び名の中に EV トルっという言葉があったと思うんですけども、えー、まあこれがあ,のある程度のことを示してくれています。 もちろん最初の段階からは、ですねべて電動でいけるかはちょっとこれは分からないんですけれども、まあ、電動、えー、エレクトリックということですね、それから垂直立着に、まさにバーティカルに抵抗パンランディングするということ、そしてですね、まあ、これはあの究極的にという目標だろうと思います。最初の段階ではあの無理だろうと思いますが、えー、究極的には無操縦者、オートパイロットということが目指されていると。でまあ、こういういその3つのつ特徴を兼ねね備えたです、ね えまあ空のモビリティというものがまあ空飛ぶ車というふうに一般的に、これは世界的にもこのように理解されているだろうと思います。失礼しましまたでじゃあ、実際にですね、どういうふうにこの社会に入ってくるのかということで、これ、デロイトさんがですね2019年にあの公表されたレポートの中にこの図がありまして、これ、分かりやすいので私も使わせていただいております。 でまあ、こういう、これ見ていただくと分かると思うんですけども、こういうところとかですね、こういうところに、青いちょっと丸くなっているところがあります。これがまさにその垂直離着陸をする場所でありまして、まあ、このことをですね、皆さんヘリコプターを少し念頭に置いていただくといいんだと思います。性能的に見ましても、あの大体空飛ぶクルマというものは、あのヘリとあの,のスペックとですね、えー、ほぼあの変わらないものであると。えー、ただ、あのヘリコプターというのはご存知のように、あの非常に長いローターをですねぐるぐる回しますので、 まあ、あの音がうるさいとか、えーまあ、風があその、まあ、いろんなものを巻き上げるとかですね、こういうものがありまして、まあ、なかなかです、ね、あの私たちの身近なところに入ってくるということはこれまでなかったんですが、まあ、そういうそのヘリが持っている、まあ、ある種の,その課題ですね、これをその電動化ということも含めて解決することで、まあ、私たちの身近にこういうモビリティまを持っていきたいと、これが空飛ぶ車だというふうにご理解いただいて、そうあの間違いはないだろうと思います。 ですので、当然そのヘリポートに相当するようなところをです、ねまあ、私たちのえまあ生活環境の近くに作るということが当然目指されることになるはずで、まあ、これをですね垂直離着陸することもあって、バーティポートというふうに一般的にえ言っております。でまあ、あの機体だけあれば良いということではないと申し上げたらまさにこういうことでありまして、ポートの整備というものが非常にこれから課題になってくるだろうと思います。で えー、なかなかこれもですべ、ね、てメイドインジャパンでできれば、それはあの日本にとってはいいことなのかもしれませんが、それはなかなか難しいはずでありまして、えー、現在です、ね、このポートにつきましても、まあ、やはり欧米製などを中心に開発進んでおり、まあ、そういうものを日本に持ってくるということで、例えばですけども、あの総合商社の金松というところがありますが、こういうところが、まあ、あの実際にその間に入って、まあ、日本にポートを、まああ,のまあ、ある種の技術移転ですね、まあ、こういうことをしようというふうに、まああの、非常に関心を示しておられるというふうに承知しています。 でまあ、こういうポートを作りまして、まあ、ここを飛ぶわけなんですね。で、まあ、ここに機体がございます。で、えー、先ほど申し上げたように、えーまあ、電動化されているというのは、まあ、ちょっとここでは置いとくとしまして、その先ほど申し上げた究極には、これがあのオートパイロットであるということが、まあ、非常にあの大事です。そうなってきますと、ま,あ、まさにあの、まあ、運転手いないわけですね、操縦士いないわけですので、えー、機体が,がですね、まあ、機体にきちんと適切にさまざまなデータが提供されないといけません。 でえーまあ、このデータというのも、本当にさまざまなデータがここに含まれるだろうと思うんですね。まあ、飛んでいくってことになりますので、当然、飛んでいくところのさまざまな環境がに関するデータが必要で、まあ、例えばなんですけども、えーまあ、実際にはこうやって飛んでて、これあの、まあ、鳥が見えますよね。 ですからこういう、い、まあ、例えば障害物等が近くにあるということをきちんと感知をして、まあ、場合によったらルート変更するということも必要になるでしょうし、えー、それから、ですね、こうやって飛んでいっている途中に、まあ、この図ではあの非常に平穏無事なんですが例えばどこかの建物でですね、火事が起きているというふうなことがあったりしますとそういうふうなところ飛ぶのは非常に危険ですのでこれもルート変更する必要があるあるいはこの飛んでいく途中にですね、例えばその落雷等があるというふうなことがあるとすると、まあ、そういうふうな情報も必要になる。 本当にさまざまな情報を、まずこの機体というものがきちんと、あのまあ、それが送り届けられないといけないということになります。でそ,のでそして、まあ、まさに先ほど来申し上げておりますが、人間が乗っていれば人間がある程度それをですね、まあ、回避していくということが、まあ、あのできるかもしれませんが、あの操縦士おりませんので、 まさに、このいわゆる、まあ、あの自動運転の車の自動運転と一緒ですけれども、まあ、まさにその車がオートノマスな、まさに自律的な形でそれをまああのきちんと制御していかないといけないということになってきます。でそういうもろもろのです、ねえー、技術的にもさまざまな制御技術等も含めて考えていかないといけない。まあ、例えば、機体間でどういうふうにして、えー、まず要するにそのまあ衝突防止をするかとか、車間を取るかとかですね、場合によったら、えー、低速、高速、中速、低速の空飛ぶ車っていうものがあるとすると、じゃ例えばそういうふうなものをどういうふうにして、きちっと。 えー、あの運行するのかとか、まあ、そういうことが様々出てくるんだろうと思います。でさらには、現在の航空機は管制が中央集権で全部やっておりますが、えー、それはあの多分今後の空飛ぶ車では難しいだろうと思いますので、えー、どういうふうな形で、えーまあ、この制御をしていくかということですね、まあ、センサーなどをつけて、お互いのその車体間、まあ、機体間で何かやり取りをするとか、まあ、こういうふうなことも必要になってくるだろうと思います。 でさらにはこのポートが必要だということは、ここに書いておりますが、もう一つはその先ほど来申し上げている、500メーター、1000メーターの空域を飛ぶということになってきます。で、そうなってきますと、えーまあ、あのポツポツとですねあの、時たま飛ぶっていうんだったら、まあ、そこまで問題にはこれはならないのかもしれませんが、もしあの、まあ、都心部などで,です、ね、都市部などで、えーまあ、非常にあの機体の数も多く、まあ、そして運航頻度等も高くです、ねまあ、要するに密度が高い状態で、頻度が高い状態で、 これが運行されていくってことになりますと、まあ、やはりですね、ここの最後に書いておりますが、このコリドーとかスカイウェイというふうに呼ばれますが、空にまあ仮想的な高速道路を作る必要があるだろうというふうに言われています。まあ、そうだとしますと、このコリドーというものをどういうふうな形で作っていくのか、そうなりますと当然、この私たちの生活環境にこういうものが入り込んでくるわけですので、近隣の住民の方々を含めてですね、 そういったコミュニティあるいは都市のさまざまなステークホルダー、アクターとの関係で、どういうふうに社会的な合意形成を図っていくかということは、非常に私は重要な課題になっていくだろうというふうに思っています。 であのまだですね、この導入当初はまだまだあの性能も、えー、なかなかそんなに遠くまで、ですね航続距離がないだろうと思うんですけども、やはり将来は、ですねこのまあの実は私たちの、この私がこの研究をするに至りましたのは、後にご説明をいたしますが、えーっとあの、そうですね、ちょっと後のスライドになるので、今お見せしませんが、えー、っとあのシステム情報科学研究員の岩隈先生がですね、 超電動モーターで飛行機を飛ばしたいというふうにおっしゃっておられ、その研究というものがまさに起点であります。で、岩隈先生によりますと、この超電動モーターをです、ね、空飛ぶ車が備えることができるようになれば、これは非常に性能が上がり、エコであり、多くの,その非常に大きなインパクトをもたらす可能性があるので、そういうことを見据えて、人文社会科学から研究してもらえないかと、そういうものが最初の実はお声がけの始まりでありました。こうなってきますと、これ、本当に都市間、地域間をですねオンデマンドで 移動できるまあ、そういう移動手段になるだろうというふうに思われまして、まあ、こうなってくるとまあ、先ほど来イン、まあ、申し上げている。まあ、あのポツポツと飛ぶという時のランドスケープとはまあ、大きく様変わりするだろうと思われます。で、まあ、この空飛ぶ車ですが、先ほど田中先生からもご説明ありましたがまあ、様々な社会課題の解決にまあ、期待が寄せられています。まあ、多分一番典型的なものはこの空飛ぶ救急車だろうと思うんですね。 えっと現在です、ね、全国にはドクターヘリというものがありますけれども、70機ほどしかないと言われています。でそうだとしますと、まあ、あの救える命がです、ね、実は救えていないのではないかと、まあ、いうことも指摘されていたりするわけですけれども、まあ、もし空飛ぶクルマというものがあ身近に入ってくれば、こういうものがあの空飛ぶ救急車の代替、ね、的なあるいは補完的な機能を果たすこともできると思われますで。さらにはこういう緊急時、災害時への対応ということも大いに期待できるだろうと思います。 やはり現在の私たちの移動というものは、道路インフラにかなり規定されていると思うんですが、道路等が寸断されたときにです、ね、その孤立した、例えばコミュニティ集落などに、どうやって救いの手を差し伸べるのかということが問題になると思います。こうなってきたときに、例えばそこに、まあ、あの物資を運ぶとかですね、ペイロードが上がってきますと、ドローン以上のものが運べますので、そういうものを運ぶ、あるいはそういうところに、例えば電源を供給するとか、水を供給するとか、さまざ、あ、まなこういう用途があるだろうと思います。 これもあの私が時々申し上げるんですが、えー、道路インフラが寸断されたこととの関係でいくと、まああのえー、まあこれはたらればの話になってしまうんですけども、東日本大震災の福島第一原発の事故ですね、あのなども、もし空飛ぶこの電源供給車のようなものがあればですね、もしかすると事態は変わっていたのかもしれないと、まあ、こういうふうに思ったりもするわけです。で、まあ、この空飛ぶ車、従来ですね、航空機っていうものは、まあ、 まあどちらかというと、私たちの生活から縁遠,遠いものでした。特に日本人にとってはそうだと思います。まあ、アメリカはですね、えー、自分でライセンス持って乗る人の方が職業パイロットさんより多いという国だと聞いてまして、まあ、ちょっとこれは事情が違うんですけれども、まあ、日本ですとやはり航空機というものはそう私たちの身近で手軽なものではありませんでした。まあ、これをえまあ空飛ぶ車という、ですね、まあ、まさにこのメタファーが示しているわけですが、私たちに身近なものにしたいというのがまあえ関係者の願いなのだろうというふうに思います。 でまあ、この時に、やはり私たちのこの身近で手軽な空の移動手段になれるかという時きに、まあ、やはり大きな要素の一つは、これが、まあえー、経済的に見て、ペイするのかという問題ですね。でまあ、それは当然、えー、事業者の側方にとってもそうだと思いますし、まあ、ただ、やはり利用する我々の側が、まあ、これがあの私たちにとって手を伸ばせば、なんとか届くと、手の届くと。 いう、まあ、そういう乗り物になれるのかどうかと。まあ、これが問われているんだろうと思います。まあ、その時には、例えば、あ価格は非常に大きなファクターになるでしょうし、それから所要時間の短縮効果というものも、非常にこれは大きいだろうと思います。まあ、やはり、山越え、海越えに、このモビリティは圧倒的な力を発揮するはずでありまして、まあ、そういう時には非常に所要時間の短縮効果大きいはずで、そうなります。と。ですね。まあ、少しお。値段を高めでも使ってみようかというふうに思う方もいるかもしれません。 でもこういうふうにさまざまな社会課題の解決というものが空飛ぶクルマにはあのポテンシャルとしてあるだろうというふうに私は考えています。でまあそれ以外にも都市部の渋滞をです、ね、避けることができるということもあるだろうと思いますしこういう問題は実はあの比較的社会インフラが整っている我が国よりもです、ねえー、むしろ社会インフラが未整備であるまあ新興経済国においてより大きなインパクトを持つかもしれないと思います。 世界中のですね大都市で渋滞というものが非常に大きな社会問題となっていることは皆様もご承知の通りだと思いますので、こういったところでは非常に大きなインパクトあるかもしれません。で、問題になってきますのは、まあ、こういう形で、まあ、社会に入ってくるだろうということは、まあ、予見されるわけですが、やはりこの克服しておかなければならない課題というものが、私は非常に多岐にわたるだろうと思っています。で、まああのー、最終的にはですねこの空飛ぶ車という新しい移動手段について、 まあどういうふうにして、このまあ社会需要性というふうによく言われますけれども、これを高められるのか、そして社会需要、私たちがこの空飛ぶ車というモビリティを社会需要することができるのかということが問題になります。で、この社会需要性という言葉社会需要とか社会需要性という言葉もなかなかですね皆さんお使いになるのですが、実は分かったようで分からないところが私はあるのではないかと思っておます。ち,ちょっとふわっとですね、使われて、ファジーに使われているところがあるんじゃないかという、まあ、若干の危惧を持っております。 社会需要性という言葉につきましても、実はこれは英語にしますと、社会需要可能性のはずでありまして、ソーシャルアクセプタビリティだと思うんです、ね、だと思いますで。で、この、これをどうやって高めていくことができるのかということです。で、これ、先ほど申し上げました岩隈先生の研究を起点に。 まあ、九州大学として、まあ、この全学的にこの研究していこうという、まあ、ことが2019年ぐらいから言われるようになったわけですけども、まあ、その時の,あの、まあ、あの、ある種の、まあ、これはメディアの報道ですね。あの、英語版のスライドも作りましたので、あのその関係でちょっとこ,このスライドだけはちょっと英語のものを持ってこさせていただきました。で、まあ、こういうこの社会課題を解決していくためには、まあ、私、法学の研究者ではあるのですが、 えー、私一人では到底、これを問題を解決するということはできません。やはりあの多くのさまざまな専門知識を持った先生方に集まっていただき、えー、学際的に研究をしていくということが、もうこれが不可欠であります。まあ、そういうこともありまして、あのこの、まあ、全学的にですね、あのお声がけをしまして、でそして、あの、 私たち人文社会系には、あの人社系共同研究教育コモンズという、まあ、私たちがコモンズと呼んでおりますが、まあ、人社系コモンズという活動も始まっておりましたので、まあ、その人社系コモンズの先生方にお声掛けをしてですね、お話をさせて、あの実際にこのチームを組ませていただきました。でまあ、そうこうしておりましたらですね、この下に書いておりますが、まあ、あの科学技術振興機構 JST がですね、こういったあのイマージングテクノロジーのさまざまな社会的な課題、 えーまあ、この倫理的、法制度的、社会的課題というものについて、えー、研究をしていく、まあ、そういう必要性があるだろうということで、まあ、ファンディングをですね2020年から始めました。まあ、ちょうどタイミングよく、まあ、この空飛ぶ車について、そういうことを考えようということになってまいりましたので、えーまあ、企画調査、そしてまあ現在はですねこの研究開発プロジェクトの方に、えーまあ、手を挙げましたところ、えーまあ、JST の皆さんにお認めいただき、まあ、今、この研究を進めさせていただいているというところでございます。 でまあ、やはりこの倫理的、法制度的、社会的課題、まあ、LC というふうに一般的に言うのですが、まあ、やはりそういうその振興科学技術というものがまあ立ち現れてくるときのさ、ね、まざ、あ、まな課題を洗い出して、まさにこの予見的にやってほしいとよく言われます。アンティシペートしながらやってほしいということなんだと思います。えーまあ、なかなか難しいのですけども、えー、多くの先生方のまあご知見をあのいただきながら、こういう研究を今しているという感じです。 でやはりその空飛ぶ車について最も考えないといけないことは、先ほど申し上げたように、ポツポツ飛ぶのであればです、ね、まあ、これはそこまで大きなまあ課題というものは社会的に生じないかもしれませんが、この多数高頻度、高密度に運用されますと、まさにそのクムラティブに、まあ、な形で運用がされますと、まあ、これ、相当な社会的インパクトをもたらすだろうと思います。でまあ、あのここに掲げておりますのは、本当にあのごくごくあのざっとしたものでありますが、本当にさまざまな課題があります。 今、先ほども申し上げましたが、総合商社なども入る形で、バーティーポートをどこに作ろうかという議論が始まっております。で、政府の官民協議会には、例えば近鉄不動産とか三菱地所のような、まあ、そういうふうな企業も参画し始めております。今後のこういった、いわばですね都市計画などの中に、ポートが組み込まれていくだろうと思います。 そうなってきますと、こういう場所をどこに作ればよいのかということが当然問題になりますし、先ほどのコリドの問題も当然、ビジネス的にです、ね、ある程度の,、えー、その頻度、密度で飛ばさないと、これはビジネス回らないということになりますと、これはやはりコリドが必要になります。でさらには、まあ、その高度をどう設定するか、あるいはその先ほど申し上げたように、まあ、高速、中速、低速というようなものを作るのかとかですね、ということもあるでしょうし。 まあこの空のモビリティ、例えば福岡空港を前提にしましても、運用時間の制限がございます。えー、延べつくまなくですね、夜も深夜も飛ばしてよいのかどうかというのは、これよく分かりません。さらには、頻度の問題もあるでしょうし、まあ、どれぐらいのスピードで,で飛ばすべきかとで。さらには、やはりさまざまな、このよく言われた私たちはユースケースという言葉が使われているというふうに承知していますが、さまざまな、実はその使われ方があります。当然、ビジネスで使うと。特に 時間短縮効果ということでいくと、これは大きな問題が、あの効果があるかもしれません。さらには、この空から見ると、先ほどあの瀬戸内などですと、多頭日を上から見れるのではないかということをちょっと申し上げましたが、この観光ですね、目的地に早く行くということもあるかもしれませんが、空からこの、まあ、景色を眺めるというのは、これは新たな体験になるだろうと思います。でさらには、先ほど申し上げたように、まあ、非常に社会的に、まあ、その重要度が高い緊急時。 えー、救命救急とかです、ね、災害復旧のようなものもあるだろうと思います、本当に、えーまあ、あの空飛ぶ車ルマは、まあ、あえて言えば道具に、手段にしか過ぎませんので、何のためにどう使うのかということが当然問われてくるだろうと思います。 でさらに、先ほど申し上げたように、これはあの、究極的にはオートパイロットが目指されてますから、データの供給がなされないといけない。でそうすると、データを集めて利活用するという、ま,あ、まさに今、いろんなところで問題になっていると思うんですが、個人情報の問題とか、さまざまな、まあ、機微に触れる情報であるとか、まあ、経済安全保障なども関わるかもしれません、まあ。さまざまなことを考えないといけないということになります。 でまあ、やはりそのスマートモビリティとしてです、ね、空飛ぶクルマがこの社会に入ってくるとすると、まあ、他の、えー、例えば交通輸送手段、トランスポートとどういう関係を組むかということも重要になってくると思います。でこの空飛ぶクルマについては、まあ、社会インフラにもしこれがなっていくのであれば、さ、えー、まざまなインパクトがあるだろうと思います。当然、周辺環境に、まあ、音もそうですし、まあ、場合によったら、ま,あ、まさにその落ちてくるということも含めてです、ね、落下物とか、さまざ、あ、まなことがあるだろうと思います。えー、さらには、景観との関係もあります。 え非常にその美しい景観を売りにしている観光地、当然、お客さんを呼んでくるという点ではいいこともあるかもしれませんが、もしかすると、使われ方次第によっては、その景観を害してしまうということもあるかもしれません。で先ほど申し上げたように、ポートをどこに作るかと、やはりその近隣住民の方からするとです、ね、どうしてそういうふうなものがまあ自分の生活環境に入ってくるのかというご不満が出てくるかもしれません。ココリリドドについても当然そのコリド直下ととかか、ね、近くの住民からするとやはり様々な 懸念を抱かかれれるかもしれませんこういうことを、しかしながら、空飛ぶ車を社会に入れたければ、考えないといけないわけです。もうこれはもうあの、社会に導入する以上は、これを避けて通ることはできません。でこういう時に、やはりですね、私は社会的に交渉力の弱い集団、まああ、いわゆるサイレントマジョリティの方々ですね、それからやはり社会のすべての方にこの、これらのことを自分ごととして考えてほしいと、えー、主力実習を考えてほしいというのは、これはやはり無理だろうと思うわけです。でこうなってくると、こういう、やはり、 えー、多くの方々に、ですねそういった方々に、まあ、しわ寄せがよい、まあ、英語の版の方で私、これ、ビクティマイズというふうに書きましたけれども、こういうことはやはりあってはならないと思います。で、えー、伝統的にアメリカなどでは、まああの、州をまたぐ高速道路、インターステートをです、ねえー、例えばその社会的に交渉力の弱い集団であろうと思いますが、黒人コミュニティブラックコミュニティの近くに作ったというふうなことが言われています。こ、まあ、こういういとは やはり空飛ぶ車をまを世界的に導入していくときにです、ね、やはり私は同じ鉄を踏んではいけないのだろうというふうに考えています。で、まあ、時間をちょっと過ぎておりますのでまとめますが、この空飛ぶ車というのは、新しい移動手段、モビリティであります。で、これまで多くのモビリティ、まあ、典型的には自動車、飛行機だろうと思いますが、本当に社会,全社会そのものにを、まあ、悪く言うと一変させるような、まあ、そういうインパクトを持ってきました。 でこのインパクトというのは、私はあのポジティブな面もネガティブな面もあるだろうと思います。でそして、そこで起きる変化というのは、これは一旦、えー、起きてしまいますと、インフラということですね、えー、ことに鑑みますと、不可逆的な要素が非常に多いのではないかと思います。で、えー、私たちは一旦ですね、あるモビリティを手にしますと、多分前に戻ることはもうできないのだろうと思います。ですから、ある種こう、ポイント・のブ・ノー・リターンの時があるということだろうと思います。 でしたがって、この空飛ぶ車が、もし本当にです、ね、政府が言うような身近で手軽な空の移動手段になるとなりますと、本当にさまざまなインパクトがあるだろうと思いますので、そういうことに予見的に対応する準備が果たして私たちにできているのか、でそういう社会的な議論を始められる状況に今あるのか、ま,あ、まさにそういう私たちはです、ね、そういうそのまさに岐路に立っているというふうに思うわけです。 やはりこうさまざまな課題を解決することなしにはです、ね、空飛ぶ車は私たちの幸福、まあ、ウェルビーングという言葉がよく使われると思うんですけれども、これを向上させることに本当につながるんだろうか、でそして、やはりこの空飛ぶ車が責任ある、まさにリスポンシブルなモビリティになることができるのかということがまさに問われているだろうと思います。でさらには、このヨーロッパなどに行きますと、非常に脱炭素の議論ですね、熱、えー、く戦わせており、 非常に何て言うんでしょうか、私はあの驚くほどのまさ、あ、に圧力を感じました。こういう中では、やはりこの空飛ぶ車が、えー、低エネルギーかつ低環境負荷の移動手段であることは必須だろうと思います。でさらに、先ほど申し上げたように、やはり社会的に特定の、えー、方々にしわ寄せが及ぶような、こういう社会実装は私はあってはならないことだろうと思いますので、そういうことを避けるべく、やはりこれはあのまさにインクルージョンということですね。インクルーシブな 議論とといいいううううものが必要であろうというふうに思いますすみません、ちょっと延長してしまいましたが、以上が私からの話題提供でございます。ご清聴ありがとうございました。はい、えー、小島先生、ありがとうございます。えー、空飛ぶ車に関するあの非常に面白いお話を聞けたように思います。えー、早速、いくつか質問も来ておりますので、この質問など、えー、とちょっと、えー、取り上げていきたいと思っております。まずはじめになんですが、えー はい、ちょっと待ってください。あ下からちょっと行きましょう、えー。今、ドローンビジネス始まりつつありますが、ドローンと空飛ぶ車の社会における関係を教えてくださいという質問が来ております。はい。あの、三輪先生からですね、ありがとうございます。あの私をこの研究に導いてくださったのは、三輪先生が URL をされてた時でございましたので、はい。ありがとうございます。今日もあのお聞きいただき恐縮です。えっ、ー、と、ドローンと空飛ぶ車ですね。まあ、これはあの えー、なかなか難しいところがあります。ドローンはあのご存知の通り、昨年12月に航空法が改正されまして、今あのレベル4と言いますが、有、え、人、ー、地帯であってもですね、まあ一定の要件を満たせば、えー、あの飛ばしやすくなっていることは皆様ご承知の通りだと思います。で、まあまさにこの社会にですね、えー、まあこのドローン今入ってきつつありますが。 やはりあの空飛ぶ車とまと、あ、連,いい連続的に捉えるべきところと、まあ、やはり私は非連続的なところというのが2つあるんじゃないかと思っています。やはりあのドローンの、まあ、ペイロードですね、まあ、運べる、まあ、重さと、やはり、えー、空飛ぶ車の運べる重さというのはもう桁違いに違うんじゃないかと思いますで。さらに一番大きな点は何かと言いますと、ドローンは、まあ、一般的に物流で使うものですが。 空飛ぶ車は人が乗るものですそうなってきますと、やはりさまざまな安全面とかですね、そういうふうなところでも考えないといけないことは大きく違ってくるだろうというふうに思います。しかしながら、やはりドローンも、フェイロードが上がってきますと、そういうものがなおかつ、このレベル4の解禁ということで、非常にその先ほど申し上げた、高頻度、高密度で飛ぶというふうなことが生じてきますと、これはこれで、ですねやはり周辺の えー、その飛行する、まあ、その機体の周辺の環境に大きなインパクトを与えていくだろうと思うわけです。でそうなってきますと、そこでさまざまなこれからですね社会的な合意形成が図られていくと思うんですが、それがもしかすると空飛ぶクルマにスライドする形で入ってくる可能性もこれは否定できないだろうと思います。なので、まああのそのまあ、連続的な面と非連続的な面、まあ、この2つをきちんと視野に置きながら、ですね検討していく必要があるんじゃないかというのがまあ私の今の考えでありますありがとうございます。 えたくさん質問が来ていますので私も続々さばいていきたいと思います次の質問ですえ今後人が乗車した機体の運行する上で先行的にドローン配達等の技術を実証実装していくで、その中でデータの収集を行う必要があると思いますそういった先行的なプロジェクトではどのようなデータを集めるべきとお考えでしょう具体的にどのようなデータを利活用することで人の輸送に活用すべきでしょうかという質問が来ておりますはいありがとうございます まあ、あのドローン配達ですね、まあ、これもあの実際にデータの収集を行う必要があるということで、まあ、そのただこれもです、ね、正直申し上げまして、どういうデータの収集を行うかというときに、やはりそのこれ、結局、あのまあ、もちろんです、ねえー、運行に必要な限りで、まあ、要するに過不足がない形で、まあ、どんなデータを取っていけばいいのかということですよね。 でただ、そのデータとしては、ですね、まあ、例えばその今、ドローン物流、いくつかのところで始まっておりますけれども、えー、当然、ですねその、えー、頼む人が例えばいたとしますと、その人の個人情報は一定程度、まあ、例えばそれは、えー、発注をするところが例えばこういうふうになっているはずなんですね、あるスーパーとかに注文し、まあ、それを煮詰めなら煮詰めして、ドローンで、まあ、そこの近くまで来るということだと思うんですね、こうなってくると思います。そうすると その、ある、様々な事業者がそこで関わってくるわけですね。例えば、それは物流関係者かもしれませんし、小売業者かもしれませんし、場合によったら、そういうふうな、えー、ドローンとか、そういう、う移動手段を、まあ、まさに、えー、運用している、まあ、業者もいると思います。まあ、様々なアクターがいると思います。で、えー、その、アクターごとに、やはり、えー、その、それぞれのビジネスをしていく上で、必要な、必要な情報といいますか、まあ、それを、実際にきちんと、えー、スムーズに、ビジネスとして、事業として、 あるいは運行として、オペレーションの段階でこう必要とする情報と違うと思うんですね。で、えー、例えばその注文者の個人情報、まあ、例えばそれは何々さんでどんな人でというふうなこと、えー、は、これはその例えば小売業者には提供されますよね。しかし、じゃあそれが例えば、えー、その後の 物流に関わっている事業者とか、その機体を運用している事業者に、どこまでそれが提供されるべきか、全部共有されないと、シェアされないといけないのか、これはまた別の問題だろうと思うんですね。なので、多分そのさまざまな本当にデータというのは取り始めますと、もう何でも取れると思うんです。そうだとしますと、やはりそういうさまざまな仕組みを作っていくんだと思うんですけども、その仕組みを作っていく段階で、やはりどんな情報を過不足なくまず取るべきなのかということと、仮にもしですね、 これは同意の問題とも関わってくると思うんですが、取ろうと思ったら先ほど申し上げて、何でも取れるんです、しかし、何でもかんでも、そもそも同意があれば取ってよいのかという問題もありますし、やはりそのあたりについては、同意でもちろんある程度解決できるところもあるかもしれませんが、やはりそれぞれの事業者との関係で、必要な情報というものをやはりきちんと見極めて、そういう仕組みを作っていくと、でやはり問題なのは、それがブラックボックスになるんじゃないかというご懸念ではないかと思うんです。 やはりそ,のそれをどうやって、まあ、その透明性を高めていくのかということをやはり考えていくということが必要ではないかと思います。でもこれはたぶん、このモビリティだけではなく、医療でもそうでしょうし、まあ、ありとあらゆるその仕組みを、いろんなアクターが入ってくる仕組みを作るというときには、これはまあやはりどこでも生じる問題なのではないかと思いますので、そういうさまざまなところで議論されていることをきちんと反映しながら、やはり透明度の高い仕組みをどうやって作っていくのかということが必要じゃないかなというふうに、個人的には考えています。 ありがとうございます、えー。まだ来てますが、あの、もう少し行きたいと思います、えー。特に日本では安全性、安心化に関する議論、懸念が大きいかと思います。まあ、その前提で2つ質問があるということです。1つ目は、えー、異性者促進する側がどのように市民や社会に対してリスクコミュニケーションを行っていけばいいか、具体的な実践についてご意見をお伺いしたいというのが1つ目。えー、2つ目は、えー、今、空飛ぶ車というのが、まあ、導入が規定論線になっているように感じますが、導入に向けてペースダウンしたり、 まあ取りやめるといった議論もあるんじゃないかと思いますが、このあたりいかがでしょうかという2点が来ております。よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、っとあのこれは非常にあの私も大事なご指摘だと思います。あの特にですねあの今社会需要とか社会重要性に関する議論のほとんどは実は安全面に関わる安全とですね大体ですね私はあの、えー、この3つの要素だと今思っています。社会需要で挙げられていてだけど私は足りないと思ってるんですが、えー、大きく3つです。危ない、怖い、うるさいです。 したがってあの、ここにあの上田さんからあのご指摘いただいていることについてはその通りだろうと思います。で、えー、この LC, LC について、どうやってリスクコミュニケーションしていくのかということで、まあ、これはあのなかなか私もあのこうすべきというすぐさま処方箋を申し上げることはできません。やはりですね、そのえー、必要なことは何かと言いますと、現在の例えば官民協議会というふうに言われているんですけれども、えーと、これ、実を言いますと、入っているアクターを見ますと、 官と民と言ってますが、実はこれ産なんですね。産業なんです。インダスリーなんです。で、そこに、あの、本当の意味での、その、なんて言うんでしょうか、いわゆる、まあ、最近、産学官に合わせて民って言われてると思うんですね。で、この民というのは何かというと、私は、まさに、この民というのもなかなか日本語で難しいんですけども、これはまさに私の、あの、理解では、まさに、ジェネラルパブリック、一般講習、あるいは、 えー、アメリカの憲法の最初に出てくる言葉がありますね、We the People って言葉があると思います、我々人民っていう言葉ですね。まさにそういうそのお、まあ、本当に一人,人の人間、一人の生活者、こういうふうな、まあ、人たちの声をどうやって入れていくかということなんだろうと思うんです。なのののででこれはは本本当当にに言うう簡単で、えー、実行するのは本当にあのもう あのものすごく難しいということは、重々分かっておるんですけども、そういうまさに、あのジェネラルパブリックや、WeThePeople の声をどう入れていくかと、こういうまさに仕組み作りこそが問われてるんだろうと思います。なので、やはりその現在のこの官民協議会のままいきますと、我々一般人の声や場合によってはです、ね、これはその、まあ、取り残されてしまうんじゃないかという、まあ、そういう危惧を私としては持っています。なのであの、これは本当に難しいと思います。なので えー、そういう、まあ、あのヨーロッパなどではです、ね、これハイブリッドフォーラムという葉があがちらほらとあの最近聞こえるようになってきているかと思いますが、まさにそういうさまざまなアクターをどうやって、えー、巻き込んでいくかという、まあ、そここそが問われているんだろうと思います。なので、すみません、これについてどうしたらいいのかというのは、なかなか正直に申し上げて、あのすぐに処方箋を、えー、というのは、ちょっと残念ながら私の能力では難しいです。で規定路線になってしまっているのではないかこれはですね、えー、おっしゃる通りで これあのそこをどうやって舵取りしていくのかということは難しい問題だろうと思います。まあ、しかしながら、ですねこれもあの私、残念ながら、このエルシーの議論をしてい,く時にしているときに感じるのですが、まあ、無力感を感じるときもあります。何を、どんな無力感かといいますと、やはり新しい技術というものが社会にこうやって使えるのではないかという可能性が見え、なおかつそれがビジネス的に例えば、ペイするとか、あるいはそこに対して、ビジネスとしてはペイしないかもしれないけど、えまあ、いわゆるここで公共ということですね、政府ですね、官などがファンディングをすると。 いうことが非常に現実的なものになってくるとその社会実装を私たちが止めるということはまあ、ほぼ私は実は不可能なのではないかと思っていますそれはこれまでの多くの技術がそうですしまあ、例えばなんですけども原子力の使われ方一つを見てもそうだと思うんですで、じゃあ私たち特にこの人文社会系のこの人間が何ができるんだろうかということですがまあ、やはり私にできることは 私たちにできることは、まあ、声を上げていくということしかできないのだろうと思います。で、実際にはただし、やはりそのこういうふうな、先ほどから申し上げたように、ハイブリッドなフォーラムを作り、なおかつ場合によっては、まれ、あ、わ実は市民の側も試されてるということなんですね、えー。向こうがロビングするんだったら、こちら側も本当はロビングしないといけないんです。で、実際にそれを政策形成過程に入れていって、まあ、あのすごくあのこういう場で申し上げるのは、ちょっと言葉が、語弊があるかもしれませんが、本当にそれを減速させたい。 取りをしたい、えー、といととうこでであれば我々の側もガチで戦わないといいとけななんです、うん、でなおかつそれをさらに言うとこういう,う事業者さんそういう事業者の方々もですねお仕事が終わって家庭に帰ればあるいはお友達と過ごせばその時は一人の生活者のはずなんですそうだとするとどうしても私たちですね仕事している時には自分のその仕事の論理で動くんですねこれは私研究者としてもそうだと思ってるんですで ついついですね、例えばなんですけど、なんか素人があんなこと言ってるとか、すぐ言うんですけど、私もその自分の関わってる分野以外では素人なんです。で,ですから、そういう意味では、本当はそういう事業者の方も、いろんな方の声を聞くことが必要なんだと思いますし、そうした方が本当はもっと良いビジネスできるんじゃないかって私は思います。だけど、多分そういう、そもそも議論の場がない、フォーラムがない、あるいはそういう議論のなされ方がこれまでされてきてないというのが現実なんだろうと思います。 なので、この LC の問題は、実はそこが一番難しいんだと思うんです。LC 課題がありますということはですね、これ誰でも言えるんだと思うんです。ある程度勉強すれば。しかし、それを本当の意味で、えー、LC を社会に組み込んでいくっていうのは、少なくともこの日本社会では、これまでそれが真摯になされてきたかっていうと、私は非常に懐疑的に思っています。なので、もしそれを、えー、今後、LC を本当に社会に根付かせていきたいのであるとすると、 まあ、まさに今申し上げたようなですね、さまざまな仕組み、フォーラムを作り、仕組みを作り、そして、なおかつ我々自身が試されていると、まあ、いうことを、えーまあ、私自身もずっとあの考えておりますけれども、ぜひ多くの方に、えー、一緒にですね、取り組んでいただく、そういう、まあ、やはり金を高めていくことしか、えー、ないのではないかと思います。LC というのはですね、面倒くさいことを面倒くさがらずにやるということだと私実は申してるんですけども、これ、実際に私だってそうなんですけど、そんなこと普通しないですよね。なので、 まあそもそも非常に難しいことをやってるんだということを、あのぜひ多くの方に、えーまあ、自分ごととして考えていただけるといいなと、まあ、そういうふうに思っておりますありがとうございます。 あの、まだたくさん質問が来ているんですが、大変残念ながらですね、ちょっと時間が今、あの、5分ほどもう超過すでにしておりますので、えー、ここで、あの、質問コーナーは打ち切らせていただければと思います。また、このいただいた質問はですね、あの、もし小島先生、まあ、大変お忙しいんですが、可能であれば、あの、メールとかでですね、まあ、あの、教えていただければ、それを私たちの機構のウェブサイトで質問に対しての回答という形でお伝えさせていただければと考えております。 本日は、まあ、技術が人をそもそも幸せにできているのかというようなところまで深いあの考察までなんかこうさせあのするような形になったなと思って私はすごくうれしく思いながら聞いておりました、うんえー、小島先生お忙しいところ大変ありがとうございますすいません、つのないお話でしたあの少しでもご参考になっていれば幸いでございますありがとうございますそれでは、えー、事務局にお返しいたします はい、えーと、小島先生、えー、また田中先生、本当にありがとうございました。えー、最後に事務局よりご案内させていただきます。えー、まず次回のブランバックセミナーのご案内でございます。次回は来週2月22日水曜日12時10分より、九州大学競争学部地球社会統合,統合科学部社会的多様性共存コースの李行園准教授より、愛してる VS 大好き 教科書に出てこない,来ない、えー、言語の習得と題し講演を実施いたします。